俺の股間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、PC 版アップデートがやってまいりました。珍しくですね、月曜日にアップデートの方をしてるんですね。はい。まあ、僕も中国の公式サイトの方を見てですね、初めて気づいたんですよ。で、なんか、普通に、なんか暇だなと思って、中国の公式サイト見よったら、今日更新みたいな。珍しいね、みたいな。いつもやったら火曜更新なんですけれど、今日更新なんだ、みたいな思って、まあ、今回はですね、そんな、まあ、荒野行動の方、PC 版ですね、内容の方、ちょっとまとめていこうかなと思います。まあ、これ PC 版ね、まだちょっと、日本語の方ですね、告知の方完成していないんですが、一応中国のですね、公式の SNS のアカウントの方は告知の方を出しておりますので、まあそれも後でまとめつつ、まあ話していこうかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。で、まあ早速、ゲームの方、とりあえず入っていきましょう。はい。入らんと何もわからんです。はい、というわけで入って、参りました。ゲーム内多分イベントがですね変わっていると思うんですよね。はい、まあ、イベントの方を見ていきましょう。こちらが始まってないかもな。いや、一応ね、今回ね、24日から始まるイベントが、まあ、ほぼほぼなんですよ。はい。まあ、ですので、まあ、ゲーム内のやつとかは結構ね、まだ変わってないのかな、みたいな、いうふうに、まあ、思いますね。はい。で、結構永久のね、限定10スキンとかも手に入るんで、わりかしやっといた方がいいかな、というですね、イベントが多いんですよね。はい。ショップの方とか見ていきましょうかね。ショップの方ですね。あ、マネキンヤンコパック、これ復活してますね。これマジ中身カスだからな。カスって言ったらダメやな。中身カスなんすよね。これ、60金券価値ないんすよ。今はじゃあありえない、その金枠が入っていない、これガチャですよ。うん、まあ、金枠、勲章が金枠なんでいいでしょって感じかな。ふざけんな。で、一回乗り物の方を見ましょう。これね、一部物資がね、これ復刻されてるんですよね。こうやって。ゴールデンクルーザーが今回復刻されてます。まあ、後でガチャの方も見ていきますけど、こんな感じで出ていると。いった感じですね。はい。で、ワゴン車。まあ、これはさっきの、まあ、マネキンヤンコパックのですね、ヤオタイですね、限定の。マネキンヤンコパックはぶっちゃけトレクン1個で、今、バトルパスから引けますからね、わざわざここで回す必要はないですし、そのために課金する必要はゼロかなと。うん、思います。じゃあガチャの方見ていきましょう。まあ、右上の方にもこうやって出てますね、一応。ね、限定物資復刻みたいなですね。はい。で、こうやってね、ガチャの方を見ていくと、期間限定物資復刻ということで、まあ、いろんな物資が復刻されているみたいな、そんな感じですかね。うん、で、一応中身が、まあ、ゴールデンクルーザーとか、ボルテックスとかが入っているという感じですね。確率これでも渋そうだな。確率渋くねこれ。ね、0.067 ってね、うん、0.1 とかね、0.23 とかあれば、ここはいいんですけれど、確率だいぶ渋くないかって感じになってますね。はい。全部確率足すと 0.77% ぐらい、 0.77 とか 0.76% ぐらいの確率です、金枠が。はい。まあいつも副スキンに金枠確率取られてますから、まあ、なんだかんだいつも通りっていう、うん、まあいつもとあんま変わらんかなっていう感じですかね。はい。服は紫枠だからですね。はい。まあそんな感じとなってますね。はい。これまあでもやる価値あるんかなこれ。正直、うん、オレンジ枠とか、まあこれは下の方とかね、いつものやつみたいな、うん、いつもの、って感じの、まあ、中身となっているといったわけですね。はい。まあ、特に、まあまあまあ、みたいな。まあ、ガチャの方はね、東京グールのコラボが来て、まあ、そちらの方ね、皆さん回すと思いますんで、まあ、そんながっつりする必要はないのかなと、はい。そういった感じに思います。はい。はい。あと、他の告知に関しましては、普通にね、戦いながら喋っていこうかなと、はい、いうふうに思います。まあ、早速ね、まあ、まずいろいろ話していきましょうかね。はい。まあ、まず、その、まあ、24日から先ほどですね、まあ、そういったですね、まあ、復刻みたいなのが結構多く来ますよっていうお話、まあ、させていただきました。はい。まあ、結構いろいろ来るんですよね。はい。復刻っていうのが。まあ、復刻だったり、あとイベントの方ですね。まあ、それが来ます。まず24日から29日までですね。6月の24から6月の29日まで。スプリントログインということで、まあ、ログインイベントみたいな感じで、まあ、いろいろ、例えばシーズン12のパックの方あるじゃないですか。ガチャですね。とか、まあ、専用のそのスキンが入ったパッケージみたいな、そういうのがですね、まあ、手に入るという風になってますね。はい。まあ、ログインボーナスみたいな感じであるんで、まあ、24から29まではログインしておいた方が、ちゃんとログインした方がいいのかなという風に思います。また、あと6月24から6月5日までの間ですね、またなんかそういうコインを集めるみたいな、うん、まあ、そのミッションをこなしてコイン集めて、まあ、そういうイベントのスキンとかを手に入れましょうっていうですね、そういうイベントがやってまいりますね。まあ、コイン集めるミッション系で言うと、やっぱりトレーニング勲章があったりとか、しますので、まあ、そこら辺がまだ手に入るのかなと、
はい、いった感じですね。まあ僕は中国の SNS が出した告示の方をですね、翻訳して喋っているんですけれど、そのなんかスキンのセットみたいないうのがラッキーキャットパッケージっていう風に名前になってます。ですので、まあ先ほど言いました、あの微妙ななんかパックが復刻されたっていう風に言ったじゃないですか、60金券の。まあ、もしかしたらあれがそこでまあもらえるのかなみたいな風に思います。まあですので、まあ実質上のまあトレ君とか勲章とかの配布という風に考えても、まあ差し支えないのかなと、はい、いう風に思いますね。であと、6月24日から、7月の9日までですね、月末にまあいろいろイベントがあって SVD の限定スキンというのが配布されますね。まあ紫枠かオレンジ枠になるとは思うんですけれども、まあ SVD 好きな方はですね、その辺チェックしておいて、まあ頑張ってミッションとかイベントの方をこなしていくといいのではないでしょうか。まあ今回やってるようなですね、パラシュート配られているじゃないですか。はい、まあああいったようなまあミッションという可能性もまあ十分に考えられますので、皆さんしておいた方がいいかなというふうに思います。はい、そして4月3日から7月7日の間ですね、その間にもまた別でログインボーナスみたいなミッションの方が開かれますね。まあ週末のハッピーログインということで、同じくラッキーキャットギフトパッケージみたいな、さっきのあの多分パックかなというのが配られるようですね。はい、まあ週末またログインボーナスということで、そこら辺のパックをもらうことができると。まあここら辺でもまあ栄光勲章とかトレーニング勲章の方ですね、増やして、まあ専属ガチャとか栄光のガチャとかの方ですね、まあ無料で回していくことができるかなと、はい、いうふうに思います。まあここで手に入れた栄光の勲章は、先ほどねあったゴールデンクルーザーのガチャにまあ使わなくてもいいのかなみたいな、うん、わざわざ使わなくても、まあマクラーレンだったり、まあ白マクラーレンのガチャとかもそのうちね復刻されると思うんで、こういうマクラーレンとか、まあ、そっちの方がまあ確率も優秀ですし、マクラーレンも当たりますし、まあ、そっちの方がいいのかなっていうふうには個人的には思いますね。はい、トレ君はまあ普通に使っていいんじゃないですか。そのうちですね、トレ君のガチャの方がですね、まあ良くなっていくみたいな、いい内容になるってことはまあもう考えづらいですので、まあそういうふうに使っていけばいいかなと、はい、いうふうに思います。でゲーム内のまあアップデートの方も来ておりますね。ゲーム内のその動きの方も、キャラクターの動きの方も変わっております。まず1番ですね、まあ、殴りでよくパンチするじゃないですか、うん、パンチする時の動きが結構アップデートが来た後変わるといった感じです。 PC 版変わっていて、まあスマホ版はおそらく水曜か木曜日にアップデートが来ると思うんですけれど、まあ、そちらにおいて変わるのかなと、はい、いった感じです。で今こうやって僕のキャラですね、何も持たずに走っているじゃないですか。まあ何も持たずに走っている時のキャラクターの動きとかも変わるみたいですね。はい、個人的にはね、刀をね持ってる時のあのキャラクターの動きがね、結構変な動きするじゃないですか。はい、まあですので、まああれを結構僕は個人的には修正してほしいなと、はい、いうふうに思います。で以降、まあキャラクター自身のね、そういう動きっていうのは変わるようなアップデートっていうのが次で実装されるという感じです。スマート版は多分水曜か木曜に来ると思いますね。まあ PC 版月曜に来ましたからね、まあそこら辺スマホもずらすっていうのはまあ十分に考えられるのかなと、はい、いうふうに思います。で次ですね、まあそのいつもそのこうやって今僕パラシュートで降下しているじゃないですか。で降下中にですね、まあうまくその建物とかが表示されなかったりすることっていうのが、まあ、あると思うんですけれど、まあ、あとアイテムが表示されないとかそういう部分はあると思うんですが、その中のその見え方みたいなのが改変されるみたいですね。どういう風に改変されるのかっていうのが書いておりませんので、まあ、この辺に関しましてはまあね、後日まあ動画の方で検証とかもしていきながらやっていくと思うんですけれど、まあ、とにかくそのパラシュート降下時の動きとかそういう見えるものっていうのが変わってくるみたいですね。まあ、個人的にはちょっとここでね、そろそろアイテムとか車が最初から見えるようになっていってくれれば、まあ、ものすごい嬉しいかなというふうに思うんですけれど、その辺の改変はされないんですかね。はい、僕は個人的にしてほしいなと。それが見えるか見えないか、立ち回りがマジでめちゃくちゃ変わってくると思いますので、まあ、そこら辺はやってほしいなと、はい、願っております。でまあそのいつもその皆さんこうやってね、通常戦闘とかすることあると思います。通常戦闘をしている時に同じ戦闘場に自分のフレンドがいる場合は今度から表示されるようになります。自分のフレンドがですね、一緒のバトルに入っている時は、まあ、なんとですね、なんかマップの横みたいなところに自分のフレンドが参加していますという風に出るようですね。はい、出るようになるみたいなんで、まあそこら辺皆さんですね、結構ゴースティングがしやすくなるんじゃないかなと、はい、いう風に思いますね。ゴーストしやすくなるっていう風に考えると、まあ、これは一長一短ですね。有名人とフレンドになりづらいというですね、そういう状況がまあ生まれてしまうと、はい、そういうのもあるかもしれんです。僕はちなみにフレンドの方は募集しておりません。有名人じゃないからですね。はい、結構それはでかいっすよね。本当マジで今まで以上にフレンドになるのを嫌がる人が出てくるみたいな、うん、そういうのは、まあ、正直ありそうな感じはございますよね。はい、実況者とかやったらもうね、リスナーさんとおちおちフレンドにもなれないみたいな、そんな感じに変わってしまいそうなあれはありますよね。でモサの人とかね、ゴーストされてマジでブチ切れてる、まあ、モサというか実況者というかそういう人もいらっしゃるじゃないですか。まあ、なんでまあ、ちょっとなんか嫌なのかなみたいな、微妙なアップデートなのかなみたいな風には、まあ、個人的にはちょっと思いますね。うん、
で、また実装されるのが SC ボイスってよくあるじゃないですか。はい。その SC ボイスの方が、どうやらですね、次のアップデートから、まあ、追加されるみたいな風になってますね。まあ、普通にその SC ボイスのところにですね、追加のボイスが追加されるみたいな、うん、そういう風になっているようです。まあ、個人的には課金の SC ボイスがそろそろ来てほしいんですけどね。はい。まあ、これやったら完全に PUBG モバイルのパクリになるんですけれど、あれ結構良かった、モバイルのやつ。まあ、それ自体パクっても別に訴えられるってことはないですからね。いろんなゲームやってますから。まあ、なんで、まあ、それはちょっと僕やってほしい。欲しいかなと、はい、いうふうに思います。で、まあ先ほど言いましたゴールデンクルーザーとマヌキネコのですねギフトパックの方ですね、パックの方60金券のガチャの方が復刻されますよっていうのが告知の方にも書かれておりますね。はい。またですね、まあネットイーストのなんかそういうね専用の SNS アプリみたいな、ゲーム専用のアプリみたいなのがあるんですよ、統括した。でそちらの方はねなんかね記念日みたいな周年イベントっていうのをされておりまして、まあそちらの影響でまあアイテムの方がまた別で追加でですね配布されるというふうに決まってます。これに関しては日にちも決まってないですし、まあ、まず日本が関係あるのかって言われたら微妙なところなんで、日本でするのかどうかは分かりませんが、告知にはそのように書いておりますね。まあ、もしも中国限定だったら、また後日ね、そこら辺も僕が動画にしてまとめようかなと、はい、いうふうに思いますので、よろしくお願いしますといった感じです。次ですね、バグの方が修正されました。まあ、いろんなバグ修正されておりますので、まあ、そちらの方ですね、まず見ていこうかなというふうに思います。まずですね、まあ、いろんなプレイヤーを観戦できるじゃないですか。はい。で、観戦したりとか、またあとですね、自分がそのキルされた時にまあいろいろちょっと見ることができると思うんですけれど、感染の方とかあのキルカメラとかそれを見た時にですね、まあ通報が報告ができなくなるバグみたいなのがあったようで、こちらの方が修正されております。まあそうですよね、キルカメラでねチート使ったやつに殺されてそれをね確認しよったら通報はできないみたいな、報告できないとかやったら意味ないからですね、そこが修正されたようです。はい。荒野行動のねレーシングゲームあるじゃないですか、荒野レーシングゲームの方でまあちょっと車両の表示が異常になる不具合を修正されたと。はい。まあ、結構最近ね、みんなあのフレームレート落としてますし、そもそも MS 値も高いんで、多分その MS 値は100で固定になってると思うんですけれど、どっちにしろ重い感じは否めませんので、まあ、そこら辺が修正されたという風になってますね。はい。で次、iPhone X のですね、表示がちょっと一部バグっていたみたいなのがあったようで、僕10持ってないんでわからないんですが、そこら辺も修正されたようですね。はい。まあ、以上が、ま、荒野行動内で行われたバグの修正の方になってますね。まあ、新しいガチャだったりとか、またあと、ログインイベントの方とかが、まあ、もう決まっているといった感じですね。他にも東京グルコラボっていうのも、まあ、そのやってくるみたいな、そういう風になっておりますから、そちらに関しても結構ちょっと楽しみだなという風に思います。どういう風に来るのかっていうのは、まあ、決まってはいないんですけれども、まあ、楽しみですよね。はい。東京グルコラボ。告知には書いていないんですけれども、ま、いろいろ内容の方とか決まっていると思いますし、まあ、確定している要素、まあ、すでに分かっている要素とかも、今回の PC 版アップデートが来たことで一部ございますから、その辺に関しましても、ぼしぼしまとめていこうかなと、後日動画でまとめていこうかなと、はい、いう風に思いますので、皆さんよろしくお願いしますといった具合です。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価通知のオンよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。 TikTok ビルダムのソシャルの2つやってます。ビルダムの方では全てのリスマラライブやっておりますので、リスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、 YouTube コミュニティ欄とビルダムの方で無料クランロゴ作成企画の方をやっておりますので、そちらの方も欲しいなという人はチェックしてきてください。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。